ランクいるの？ゆっこちゃん超えれるの？いないでしょ。俺を、ね、好きにさせるレベルが、あと、ゆっこちゃんと S の P ちゃんに誘われてます。どうする？コラボ、ゆっこちゃんと S の P ちゃん。これ彼女だったらモラハラ芸っていう武器があるけど、彼女じゃない人にモラハラしないからね。うん、 S の P ちゃんって子がいるんだよ。俺の T シャツをね、カッターで切った子ね。カッターで。あと、まあもうナイス行く前にちょっと話しちゃうけど、あのポルポンさんね、もう根本的に俺合わないなと思ってる。うん、また手のひら返されたんすよ。なんか言いたい放題言われてね。で、俺が前会った時にいろいろ応援して、まあ、解散したんだよ。で、俺も忙しかったから。で、一人になって展開作れないとひどいひどいとかね、子供みたいなこと言ってるんだけど、あの疲れたんならね、配信切って、自分で何もできないんなら配信切って寝カフェかなんか行って休めばいいじゃん。疲れた疲れたっつって、なんで休まないの？疲れたんだったら。疲れた状況で俺を一人にほったらかしにしたみたいなこと言ってるんだけど、一人で休めばいいじゃん。それをなんかぐちぐち言ってて、で、そもそもがモンジョイとね、ずっと仲が悪いっつうか、あんま関係が良くなかったじゃん。で、俺がモンジョイの家にいる時にね、呼ぼうっつって、で、またモンジョイと絡み出してから、またこれですよ。うん、で、最近あの大手なんだよ。なんかツイキャスとかでも閲覧あるから。で、大手になりたいっつうでしょ。で、これになっちゃってて、うん、で、なんか面白いらしいよ。うん、面白いらしいっす、今ポルポンさんね。うん、だからもう師匠とかっていうのやめてもらいたい。もう、うん、なんか根本的にあの合わないなと思った。もうあの感じで性格が合わない。うん、で、しゃぶしゃぶ食ってる時にちょっといじったりしたら、俺をなんかまたピキらせようとしてしょうもないとかって言うけど、俺誰にでもそうじゃん。うん、あ、右腕じゃないの。だから落ちるか伸びるか見とくよ、陰ながらね。うん、落ちるか、そっからね、まあモンジュリのモンジュリとね、いろいろ絡みながら這い上がっていくか見ときますよ。うん、多分今ツイキャスあるから、もうふわっちよりツイキャスとか言ってて、またツイキャスで飽きられたらふわっち戻ってきてまたやるんじゃないの。うん、俺はそう思うけどね。うん、どうせ一人で頑張ってねって言ったら、一人で展開作れずに疲れた眠たいとか言って休めよ、配信やめて。なんでそれ俺のせいにするの。やめればいいじゃん、疲れたなら。そういうぐち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 ね、気分悪いよね。もう正直合わないから、根本的にあの寝暗すぎて、あの直接いる時に言えばいいのに、いつもそうなんで、いなくなったら言うんだよ。いなくなったら、で、動画ね、リスナーが送ってくれたんだけど、ねえ、今から来いよ今から来いよ、直接言ってやるわとか言って、俺がいる時に言えよっていう話だし、俺が駐車場にね、車止めた時に絡まれてて、ねえ、あのなんか
首根っこをつかまれたみたいにこう縮こまってたんだよ。はいはいとか言って配信ついてる、あのついてるから一応あの喋ってるんだけどこう縮こまってて、で俺がね、あの俺の連れに何絡んどんだって言った瞬間に急にこうなってたのがこうなったんだよ。そういうあのネクラじゃん。自分一人じゃできないでしょ。でその絡まれてるやつがキングコングみたいな、めちゃくちゃ頭体でかいんだよ。でも俺は行っちゃうよね。うん、俺は前パルパルが絡まれたこともあったんだよ。で俺あのゼロ子の女装してて、その時も言ってるんだよ俺、なんだお前って。うん、だからもう師匠とか本当にやめてね。うん、あの自分でやって頑張ってね。うん、俺ももうあのポルポンとか名前出さないし、うん、あのモンジュリの真似してね、あのマックレビューとか言ってやっとけよな。うん、あのチョコパイ食っとけよお前は。うん、チョコパイ食ってあのレビューしとけ。うん、人の真似みたいな企画してね。で自販機巡っとけよ自販機お前は。俺は別に家でねあの雑談しとくんで、うん、バカみたいに自販機巡っとけ。あの企画って何でもそうだけど、みんな同じような企画やっても自分の色が大事になってこない。モンジョリがやるとなんか奈々ちゃんって面白くできるじゃん。ただ企画ってやればいいってもんじゃないんだよ。難しいんだよ。ペヤングを一つ食うにしたってつまんないやつと面白いやつっているじゃん。ペヤング食うにしたって、うん、でただやればいいってもんじゃないんだよ。それ分かってないんだよ。うん、なんか企画やってるからねえちゃんとやってますみたいな顔されて配信されてもね。だから正直根本的に合わないなっていうのと、可愛かったんだけどもう巣立っていったなって感じ。うん、嫌いになったとかじゃなくて、あの巣立っていったなっていう。うん、だから応援してあげようみんな。うん、巣立っていったんでね。うん、でまたモンジョリにねチンコでもしゃぶられとけよ。うん、そもそも芯がないんだから。うん、あの大して好きでもないね、まあ女にねチンコしゃぶられる男ってどうなの。うん、よっぽど芯がないと思うよ。嫌、うん、でしょ普通は。例えばあの女の子で配信頑張りたいっていう人がいて、まあ、閲覧増えますとね、閲覧のためだったらマンコ舐められる。俺のことが別に好きじゃないんだけど、ふわっちの中で閲覧伸びるんだったら、じゃあマンコ舐めるぐらいいいですよってなる？ならないでしょ。無理なもん無理じゃん。無理なもんは。いや、そのうち多分ね、かそらないんだよ、ポルポンは。なんかツイキャスで閲覧安定してるからもう大手になるんじゃない。うん、ツイキャスで。で所詮ゼロワンはふわっちってバカにされる時代が来ちゃいますね。バカにされる時代が来る。でイケメンだしねって言うけど、俺ねイケメンイケメン持ち上げてたけど気持ち悪いよ男がファンデーションつけてね。うん、あのポケットの中にコンシーラー常備してるんだよ。ね、あの顔のなんかシミとか隠す前にお前性格の悪さ隠せよな。格好つけてないで内面磨けよおいバカ。コンシーラー持ち歩いてないでいいから。うん、だってさ俺ブツブツとかすごい悪口言われるけど、それまあネタにしてる方が良くない？うん、俺がさコンシーラーとかにねブツブツ隠してたらどう思う？
キモくない。しょうがないやもん。だって肌が汚いのもね、こういう顔で生まれたのもしょうがないじゃん。もうありのままで勝負すればいいや。女みたいにネチ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 よ、ファンデーションつけてよな。俺なんかもう髪伸びてきたからね、別に帽子取らなくてもいいんだよ。でもチリチリでもいいよ。だって髪の毛が東野浩二でもね、応援してくれてる人いるからね。応援してくれる人、もう帽子はね被らない。もういらないでしょ帽子。いる？帽子。まだタクマとか、タクマとかね、あの誰だ、あのなんだっけ、あの肌黒い人とかね、小夜春くんとかのがやっぱね俺は好きだよ普通に。あ、麦屋のレイくんね。あれ病気なんだよあれ。しまいにはまた文字のこと言い出すからね、見とってみ。数ヶ月したらちょっと揉めてね、絶対言い出すよ。そんな気がしない？もうあれ病気だからね、根からの。変わらんよ本質は。今だけだよ。また文字の悪口も言い出すよ。っていうことで、もう、まあ、絶縁とかね、その幼稚なことじゃないけど根本的に合わないなと思いました。いや、すぐヘイト向けるんじゃなくて、俺が配信してない時ネチネチ言ってたんでしょ、動画も聞いたけど。違うのみんな、俺からじゃないよ、言ってたんでしょ。だからなんで俺バカみたいにね、高速代もガソリンも使って財布取りに行ったんだろうなと、本当に反省している。なんでそんなことしてやったんだろうって。で、ゆっこちゃんにもなんか気に入られちゃったしね。まあそれは嬉しいけど。で、なんか情けないとかって言ってるけど、そもそもナイスないやつにね、ナイスくださいって冗談で言ってるから、お前からね、ナイスもらおうとしてないからね。情けないとかってなんか勘違いしてるけど、ネタだからね。俺にまでナイス求めてきて情けないとか言ってるけど、そもそも一人でナイス稼げないやつが